I7NZBG です。久しぶりにまたね、本の予約をしていきますよ。今回はね、モチベーション大百科っていう本ですね。モチベーションがいっぱい書いてる本なんですって。でね、1、2、3、4、5、6つある、7つあるから、7つに分けて喋りますね。だから1つあたりで、1つの動画あたり、10分のなんですけど、まあ、1分以内にこれを全部、1つ、10個ことがあるんで、それを1分で1個ずつ話していくっていう、できるかな。やってみますね。で、なんでモチベーションどうするか、どうしたいかっていうと、まあ、やっぱ行動っていうのはね、その人の考えや感情っていうのは関わってくるわけですよ。だそのモチベーションを上げるっていうことは、これからの自分の行動につながるわけで、それを見ていくのは大事なことかなと思いますね。じゃあ、今回は動機づけについてです。動機づけ。まず一つ目、目標購買ってなりますね。これはね、ゴールが近いとモチベーションが上がるんですよ。だから、あとこれぐらいある、ね、ゴールまでこれぐらいある、やりたい仕事とか、やりたい目標があって、こんなに遠いんだじゃなくて、これぐらい近づいてるとか、あとは最初から比べたら、これぐらい進んだって考えると、やる気が出てきますよってこと、そういうふうに考えようねってことです。考え方を変えるってことね。二つ目、キャンディー効果。小さないい贈り物でモチベーションが上がりますと。だからね、行動を起こす前に仲間の気分を良くする。例えば、そうだな、まあ、普段から何か物を持っておいて、ちょっとした時にプレゼントするっていうのが結構大事みたいですね。僕もたまに持ってたりするんだけど、もうちょっと頻度を上げてもいいのかな。飴とかね、そんなちっちゃいものでもいいんですよ。ちっちゃいものっていうかね。消費ゴール、目標達成をする報酬。目標達成した時にご褒美が出ますよね。そのご褒美でやる気が上がるのは8週間続くんですって。で、一旦それを達成してご褒美をもらった後はそのやる気っていうのは下がるってことですね。で、ご褒美があるモチベーションは8週間、つまり2ヶ月ぐらい持つので、2ヶ月ごとにご褒美を用意するといいでしょうと。2ヶ月以上先にご褒美を用意するとやる気がなくなっちゃうんだけど、2ヶ月ぐらいまでだったら頑張るって思えるんですって。4、自問式セルフトーク。これはね、自分に対して、これはやるべきだ、ね、こういうふうにするべきだ、これをやれって自分に思うんじゃなくて、こういうふうにできるって自分に問いかけることでやる気が上がるんだって。っていうか、まあ、やれってさ、自分に言い聞かせてたらさ、やる気出ないですよね。だから、他人に対しても、自分に対しても、命令はダメ。できるって聞く。すると、自分で選択するわけだから、やっぱやる気出ますよね。だし、その後にできる理由を書いてみるんだね。あ、こういう理由があるから俺はできるって思えるわけだ。それは大事かなとは思いますね。ちょっと待ってね。時間あるかな ?2 分か。では次ですね、マインドセット。これはね、自分の価値観を明確にすると、すべての行動に意味が生まれてモチベーションが上がると。自分の価値観をなくすと、これをなんかよくわかんないけどやんなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、やる気がなかなか出づらいんですね。自分の価値観、こういう価値観があって、そのためにこれをするんだっていうと、今やってる行動っていう、今やってる自分の一つ一つの行動っていうのは、自分のやりたいこととか価値観に沿ったものなんだって思えるようになる。意識できるようになるから、モチベーションが上がるってことだね。で、この価値観っていうのは外在的なものじゃダメ。つまり、みんな、例えば、人にこう言われたいとか、なんとかのコンテストで何点を取るとか、そういう人が決める評価はダメ。自分の中で評価できる価値観、評価できるものを基準にするってことです。じゃないと、人に合わせて行動することになっちゃうし、人の評価なんて、どうなるか分かんないですよね。どうすればいいか分かんないから、行動もなかなかぐにゃぐにゃだし、どうしたら、いいかっていうのは人に合わせることになっちゃうので、同じこと言ってますね。人に合わせることになるので、結果的にはその自分のやりたいことができないっていうのもありますからね。っていうのがあります。で、内発的動機付け。内発的動機は外在的報酬を失われる。例えば、そうだな、これをやりたいんだ。好きなことね。好きなことがあって、これは内発的な動機です。自分からやりたいなと思ってやってること。だけど、そこにもしご褒美が出たら、そのご褒美目当てになっちゃうから、やる気なくなっちゃうんですよ。プラモデル作るのがすんごい好きな人がいたとして、その人は黙ってればそのまま自分で好きだからどんどんやるのに、ある日ご褒美をあげましたと。作ったらね。なっちゃうと、そのご褒美が目当てになっちゃうから、一旦ご褒美をあげなくなっちゃうと、プラも作る気なくなっちゃうんですよね。ちょっと脱線していいかな話。昔はユダヤ人の話でありましたね、靴磨きの話で。ユダヤ人のね、靴磨きがいて、それをね、子供たちがバカにしに来るんですよ。でね、
それに対してユダヤ人の靴磨きの人はね、お金あげるんだよ。おお、今日も元気だね、1000円あげる、1000円ぐらいあげるんだよ。喜んでこのうちは帰ってくるんだよ。次の日ね、来るんだよ。でもまたバカにしてくるんだよ。今日元気いいねって500円あげるんだよ。で、その次、またバカにしてきたんだよ。ああ、今日はお金あげたいけどないんだって言ったら、今までその靴磨きをバカにすることを、ね、ユダヤ人の靴磨きをバカにすることを目標に子供たちはやってたのに、いつの間にかお金をもらうこと、お小遣いをもらうことがメインになっちゃってたから、お金をもらえないって思ったらなんかやる気がなくなって来なくなりましたみたいな話があるんだけど、まあ、それもこの内発的動機付けに近いのかな。で、まあ、つまりどうすればいいかっていうと、自分がやりたいと思ってやってることにはご褒美は作らないってことですね。そしてご褒美自体はサプライズであげるってことだ。それが大事なんですって。7つ目、小分け戦略。行動を小分けにすると達成に必要な行動が増えて進行が遅くなる。そうだな。こういった、これを成し遂げるためには100の、ね、手続きが必要ですなんて言われると、やっぱね、やる気なくすんですよね。だからどうすればいいかっていうと、やりたいことは手順を減らすんですよ。めんどくせえ作業だなと思っても大まかに分ける。3つとか 4つとか5つとかに分けて、そしたら5つだけやればいいんだと思えるから、やっぱやる気出るんですよ。で、逆にやめたいことは手順を増やす。なんかご飯を食べちゃうね、無理やりお菓子ばか食べちゃうなと思ったら、お菓子を食べる手順を増やすんですよ。塔を開けてジップロックを送って開けて、その中に入ってる袋を開けて、その中からみたいなね、とか遠くに置くとかね。そうすると立ち上がって歩くみたいな感じで、こう手順が増えるわけだから、めんどくさくなってやんなくなるわけですわね。同調状態、集団で同じ行動を取るとその後の協力関係が向上するってこと。やっぱり一人一人個別に何かをするっていうよりは、声を合わせたり何か、ポーズを取るわけじゃないんだけども、そういうことをすると協力関係が向上するんだって。だから集団で初めから別々な行動を取るのと、あとは、ね、みんな集まってるんだけど、同じ部屋にいるんだけどみんな別々の行動をしてるっていうのと、あとはみんな完全に個別行動、別の部屋にいて行動をするっていうのだったら、協力関係が変わらない可能性があるんですよ。だから人を集めればいいってわけでもないっていう言い方ができますよね。だから集団で何かに取り掛かる前には同じ行動を取るっていうのが大事みたいです。まあ挨拶とかさ、朝するじゃないですか、おはようございますとか、あれもね、そう言ってみたらこう同調ですよね、一つのね。キー課題の多頭性、称賛した相手には優しい課題を出しがち、批判してきた相手には厳しい課題を与えがちってことですか。じゃあどうすればいいかっていうと、称賛やいい噂を人には流す。そうすれば相手も優しい課題を与えてくるでしょ。まあ、わざわざきつい課題を与えてこないってことですね。で、逆に悪い噂や批判が来たら、それは距離を置くってわけだね。自分が言った陰口、ね、批判っていうのも、それはみんなに広がっていって自分に返ってくるわけだ。なんつったら、批判した相手には厳しい課題を与えてくる傾向があるからね。それに、自分以外の、誰かの陰口を聞いた人としたら、その人は思うわけだよね。あ、自分もそうやって言われてんだろうなって思っちゃう。そうすると、それはそれで、また他の人にその人は厳しい課題を与えがちになりますよね。こう疑心暗鬼になってね。だからやっぱ陰口って言っちゃいけないわけだね。自分に返ってくるだけでもないし、だけじゃなくて周りの人たちも、そういう疑心暗鬼な気持ちにさせてしまいかねないですからね。10、証明型と取得型。これは、客観的な基準じゃなくて、つまり自分がやってきたことに対して何点でしたとか、人からこう言われましたよりも、自分がどれぐらい成長したかっていうことを基準にして評価した方が長期的にはいい成績らしいです。誰々が褒めてたよとか、誰々のコンテスト的にはとか、こういう評価なんだろうな、誰々さん褒めてたよ、このテストで何点だったよっていうのだったら、その瞬間は点数がバーンと上がるらしいんですけど、長期的に自分の自信にならないらしいですね。客観的な評価って制御できないんですよ。いい評価出すか悪い評価出すかってなかなかわかんないですよ。だから自分がどうしたいかっていう目的に、その進歩っていうのを過去と比較してどれぐらい進んだかっていうのを考える。まあこれと同じだよね。ゴールが近いとモチベーションが上がるとか、自分の価値観を明確にすると全ての行動に意味が生まれますよみたいなね。だから評価は自分基準ってわけだね。一本しかねえじゃん。ニーズの話。人が行動する根本には6つニーズがあって、その中でみんな2つずつでかいニーズを持ってるんだ。1、安定感、ね、と、そしてもう1つ不安定感、重要感、自分は特別な存在でありたいっていう気持ちもある、つながりたいっていう気持ちもある、こういうのを持ってる。で、これを満たすことをモチベーションとしてる。ここを刺激すれば人々のモチベーションが上がるってわけですわ。そして自分を成長させたいっていう気持ちと、誰かに役に立ちたいっていう気持ち、これを2つアピールすると重要感につながるわけだよね。特別な存在だって思われるわけだ。これを自分の中で感じられるかがポイントですわ。これらを強調して交渉とかしようねって話。これ20秒。動機づけ、他には親近効果、右側にあるものほど重要に感じるとかね、罰金と報酬、同じ
罰金と同じ報酬だったら、罰金の方に人はやっぱり気をつける、気を取られるわけだ。学習動機、理由や動機を選択を加えるとやる気が向上しますよと。心理的リアクタンス、指示するよりもやっぱり自主性に任せるんだよ。やっぱりやれっていうよりも